サンイコール空立はフランスブルターニュ地域圏フィニステール圏のコミューン。サンイコール空立は1675年に発生した飲酒税域に関係したことが知られている。1848年、シャトーランの実業家ルイ・ギジアンがサンイコール空立にスレート石工場を設置した。1989年、 総合系フランス人エンジニアで1983年よりコミューン議会議員を務めてきたコフィ・ヤムニャンヌがフランス社会党の主張として選出されメディアの関心を集めた。ヤムニャンヌはフランスメトロポリテーヌで非常に珍しい有色人種住民のいないコミューンでの黒人の地方自治体主張となったが初めての黒人の地方自治体主張となったわけではない。 同じく社会党所属であったアンティル諸島出身のラファエル・エリゼは1929年に当時の人口が約6000人だったサブレ・シュル・サルト市長となっている。近年ではレオポール・サンゴールの老いであるオギュスト・サンゴールが人口800人のコミューンメイコール・シュル・エブルの市長となっている。その後、オギュスト・サンゴールは2008年から人口2000人の サンブリアックシュルメールの主張となっている。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降、INSEE さんイコール空立の人口増減グラフ。ありがとうございます。